付属品に不足がないかご確認ください。本体背面はこのようになっています。本体正面はこのようになっています。シャフトは黒いノブを緩めると上下移動ができます。また180度回転させることができます。コンタクトプローブに作用電極をねじ込みます。シリコンシートの上にセルを設置し、セルに作用極、対極を差し込みます。各電極にポテンショスタットからのケーブルを配線してください。作用極はこのように配線します。配線後、作用極を回転させながらシャフトを下ろし、溶液につけます。必要に応じてパージチューブをご使用ください。黒いチューブが空気中用で、もう一方が液中用です。電源ケーブルを差し込み、スイッチをオンにします。パージが必要な場合は、パージ用ニップルとタイゴンチューブを接続してください。必要に応じてパージ時間を設定します。この時、パージ流量ノブを忘れずに開いてください。回転速度を設定し、回転を開始します。単独で作動させる場合は、スイッチをローカルにします。回転数の設定、パージ時間の設定はいずれもスイッチがセット状態でないと変更できません。実際の動作例です。設定した時間の間、バブリングし、カウントダウンが終わると、液面のフローに切り替わります。ポテンショスタットとの接続は、背面にある1から4までの端子を使用します。詳細はマニュアルをご確認ください。